五度居。五度居は、豊臣秀吉によって作られた京都を囲む土類である。外側の堀と合わせて五度井堀と呼ぶ場合もある。築造時の処分権には、計メグで、デ新包み、楽中総構えなどと記される。樹楽大、寺町、天章の地割とともに、秀吉による京都改造事業の一つである。一部が京都市内に現存し、史跡に指定されている。 秀吉時代の五土井の位置に関する記録は、現存しないが、現存する以降や江戸時代の絵図から、その位置が推定されている。五土井の囲む範囲は、南北約 8.5km、東西約 3.5km の縦長の形をしている。五土井は、必ずしも直線上ではなく、特に西側では、数箇所の凹凸がある。特に現在の北野中学校あたりにあった。 小さな突部は、小鳥の袖と名付けられて、謎の一つとなっている。全長は、約22.5キロメートルである。北端は、北区市地区の鴨川中学校付近、南端は、南区の東寺の南、東端は、ほぼ現在の河原町通り、西端は、中京区の山陰本線円町駅付近にあたる。また、東部では、鴨川、鴨川に、北西部では、上谷川、 天神側に沿っており、これらが堀を兼ねていた。秀吉は、相続く戦乱により不分明となっていた落中、京都の境を、五度井の築造により、新たに定めようとしたという、伝え、口実があり、五度井の内部を、落中、外部を落外と呼ぶことにしたという。ただし、五度井の内部であっても倉間口通り北は、落外と呼ばれることもあった。 当時の都人の間でもこの人為的な楽中、楽外の区画は不評であったと見え、楽種に押し付けて、言えば、言えば言われる、十楽の、宮の内派一楽、楽も、なしと読まれた。秀吉が没して間もなく、政権が徳川に移ると、五度井の外の鴨川河川敷に高瀬川が改作され、そのあぜに昇華が立ち並んだことで、楽中は、実質的に、 鴨川下半まで広がった。また、落中西部では落外に通ずる出入り口が新たに20箇所以上設けられた。落中と落外の農村の結びつきが強まり、町続き町が形成されたことで、ここでも実質的な落中の拡大が見られた。との人々は決して言われることはなかったと言える。京都と諸国を結ぶ街道がごどよいを横切る場所を、口。 出入口の意と呼んだ。現在でも、倉間口、丹波口、ア田口、コウ口などの地名が残っている。三病院記、この絵のぶただの日記によると五度井建造当時の口は十箇所であった、客中三章。これら街道に繋がらない落外への道は五度井によって、閉塞され、例えば鴨川にかかっていた八坂神社に通じる、四条橋は撤去され、 祇園祭りの御腰と御の経路も変更を余儀なくされた。また、清水寺への三経路に位置した五条大橋、玄松原橋も撤去され、東方への街道があった六条坊門通、玄五条通の位置に新たに加強された。1920年、大正9年に京都府が行った実測調査によると、五度井の断面は、基底部が約20メートル、長部が約5メートル、 高さ約5メートルの台形状であった。土塁の外側、西部一条通り南では、内側に沿って堀があり、その幅は十数メートル、深さは最大約4メートル程度であった。これら堀の西側の多くは既存の神谷川を利用し、また東部では鴨川を代用した。この土塁の出現により、平安系では実施されなかったラジオが初めて実現したと言える。 書類のための土は膨大な量が必要だったと推測されるが、どのように調達されたのか、未だ解明されていない。五土井の上には、竹が植えられていた。ルイス・フロイスの日本史によると、秀吉が五土井に樹木、竹を植えさせたのは、美観のためであった。また五土井の内部から、石仏が出土することがあるが、その理由は不明である。 秀吉自身が五度井建設の目的を説明した文献は現存しないが、以下のような理由が推測されている。戦国時代後期の都市の多くには、草加前と呼ばれる都市全体を囲む防壁があった。当時の京都は、王仁の乱後の後輩により上京都市模様の二つの町に分裂し、それぞれに草加前があった。秀吉は京都の町を拡大するためこれらの草加前を取り壊し、 それに代わる大規模な総構えとして五度位を建設したと考えられている。ただし、防衛のみを目的としたにしては以下に述べるような不自然点があるとの指摘がある。しかし以上の四点はいずれも五度位を城壁と介した場合の見方で、単なる障壁、例えば牙やシャバの通行を阻止する、あるいは弓矢や、 鉄砲の攻撃を防ぐことを目的としたとすれば、十分その目的達成られただろう。小土井の東側は、鴨川の西に沿っており、その堤防としての役割を持っていた。小土井が期待長く伸びているのは、この地域で鴨川が氾濫すると、京都市街地へ水が流入してしまうためである。周囲と名所図への落外層土堤の項に、室町元日記から引用。 紹介されている説。それによると、天正十八年頃、秀吉は、前田玄伊と、里村城派を召して、落中の境を見分したが、東西南北いずれも明瞭でなかった。そこで秀吉は、都の境界を末代まで定めることを思い立ち、平安京の歴史を、細川雄斎に尋ねた。雄斎は、東は京国まで、北は鴨口、南は九条までを九十の都と合成り、 中略、されば代理は、代々少しずつ変わると申せども、落中落外の境はいささかも違うことなし。中略この刑を衰え去る、ややもすれば、戦場となるにつけて、万民は後を止めず都費の往来なきによりて、おのずとレラックスと答えた。これを聞いて秀吉は、さあらばまず落中落外を定むべしと初代名を命じ、総土帝を築かせたという。 つまり荒れ果てた京都を復興するためまずその範囲を定めようと五度を建設したことになる。中世の京都では延暦寺、八坂神社など周辺の寺社が大きな影響力を持っていた。五度によって落中と落外の交通を制限することによりこれらの勢力を削ろうとしたとする説がある。ただし当時の延暦寺は信長により力を削がれた。 ままであり、八坂神社も天台宗に属していたから、同様の状況にあった。本願寺を京都に呼んだり、五土井の内側に寺町を形成するなど、秀吉の宗教勢力に対する警戒心は認められないから、この説は成立しがたい。五土井の建造が始まったのは1591年、天正19年の1月から、うるうい1月、大院歴頃である。 同年の3月頃にはほぼ完成していた、との記録がある。当時の京都では、東山大仏、寺町など多くの工事が並行して行われていた。豊臣政権が崩壊すると、道路を分断していた部分の5度位が取り壊され多くの、出入り口が設けられた。例えば現在の市場河原町付近で市場通りを、塞いでいた部分は1601年、慶長6年に撤去されている。 また、市街地東部では、木屋町、ポント町など五度井の東側の鴨川側まで町が広がり、1670年、漢分10年に漢分新包みが完成して、堤防としての必要もなくなったため、五度井は寺社や区下に払い下げられ、取り壊されて住宅地などになった。ただし、これらを除く部分の五度井は、多くが残り、幕府によって竹林として管理されていた。 江戸時代中期には、門倉家が管理を担当していた。五度井は取り壊されるだけとは限らず、移築されることもあった。1641年、寛永18年に始まる、東本願寺の新たな寺内町の開発に伴い、五度井は高瀬川と共に東側に移された。唐田地亭、渡る青円の月山の位置は、移築前の五度井に重なるから、 土類を再利用したと考えられている。明治に入ると、それまで幕府の所有していた部分も民間の所有となり、土類状の竹を伐採して畑などに転用された。この時点では土類自体は取り壊されていなかったが、大正期には市街地の拡大により住宅開発などのため、多くの場所で五土井が壊された。こうした中、残る五土井を保護するため、 1930年、昭和5年に8カ所が国の史跡に指定された。また1965年、昭和40年に1カ所が追加指定されている。史跡指定地以外ではその後も撤去が進み、1960年代には史跡指定地の五土井が宅地造成業者によって破壊される事件が何度か起こった。今なお、土井町の地名が市内各所に残るが、 いずれも五度井消滅後の土地にできた町と考えられる。1930年、昭和5年史跡指定1965年、昭和40年史跡指定これら指定地以外にも、北の中学校校庭、中京区西の京中保町や大宮交通公園、北区大宮西脇台に五度位が残っている。北区大宮土井町。 高根旧土井町などは五度井の跡がそのまま一つの町となったため、細長い形をしている。中京区、東土井のうち町、土井のうち町、西土井のうち町などの地名、また、下京区の土手町通り、中京区の西土井通りといった通り名も五度井に由来する。南区にはバス停、五度井があり、北区の大宮交通公園バス停はかつて大宮五度井といった。 旧土井町に五土井餅を販売する店舗がある。中京区と右京区、上京区と北区の草界の一部は五土井の線と一致する。また五土井に沿った線は道路となって残っている例もある。JR 京都駅の例番乗り場、旧一番線のホームは五土井の森土を利用したもので、ある図書籍などで紹介されることがあるが、これは誤りである。このホームは1914年。 大正三年の二代目京都駅開業時に作られたものだが、それ以前の明治時代の地図でも五土井は描かれていない。また、駅の位置にあった東塩工事村の記録によると、1877年、明治10年の鉄道開通に先立ちこの地域の五土井は取り壊されたという。なお、1993年、平成5年に行われたホーム生誕での発掘調査で、 堀りの跡と思われるデイド層が見つかっている。また、山陰本線高架共通過時は、車窓からほんの数メートル先に、目線と同高さで現存する小ど井の石垣を見ることができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。